千葉さんの司会で千葉司会するっすじゃあということで、ブラックリストお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ミシェルが出た日は誰が出たんすか？香港ナイフと香港ナイフと魚眼と魚眼レンズとキングブラザーズ。キングブラザーズ。キングブラザーズって知らない。京都。なんか3人組の。そう。最後日に。いや。いきなりギターが弾いてた。煙がさ。ダーン客席に来ちゃう。女の若さピシピシ。すごい。おい、火消せもう。うるさい。うちらの時は、はい、マット3とジャッキー・アン・セドリックスとソロ、うん、ソロソロで、なかなかロッカーズな感じのイベントだったんで、ジャッキーのキーボードの人がかっこよかったですね。サッカー、体調も良くなって、それは中村先生、はい、ライブも良かったですよ、うちらは。良かったですね。以来も。ああ、寒い。だいぶ日が落ち着いてきましたね。キャンペーン中だ。そうですね。全国、あと東北チームと北陸チームが。ああ、分かれて、はい、それ終わったツアー、あったけ、それ終わって、それが終わってツアーは5月からですね。あ、じゃあ俺んたと同時くらいじゃない、うん、そう、なんか北海道で、うん、なんかもしかしたら新婦って言ってたって、なんか会うとか言ってたんですけど、でまた行っちゃう、また北海道だから全部終わった。分かった、それ気にしないのが一番。マジで。マスにもな。浸透めっちゃ燃えてるんですよ。目立っちゃって。ちょっと収録終わる頃にはこう、ほら、ブランチを男らしい姿で。あれだぜ。あ私なんか勘違いしてたみたいな。画面の向こうで思ってる人が言ったりしてる。炎がメラメラと。これ大山マスターズだったら釘とか刺すんだろうな。なんとか言って。こういう話でいいんですか？趣味とかの話。趣味。最近何ハマってるとか。あ、それじゃあ達也さんか。じゃあ、あ、僕。僕ね、まあ去年ソロ活動がありまして、ええ、でバンドは今ようやく動き始めたんですけど、今度生活の方がソロ活動になっちゃう。おい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 。最初のっけからなんか。今年はね、今年はバンドバレバレですけど、ソロの時は多いと思います。ソロってどういう意味かなとか思ったりして。最近俺はパチンコですね。パチンコ負けすぎ。勝てないですね。投資ですね。あれはバイクの免許を取ろうと思ってるんですけど、うん、暇がなくて取れないんですよ。取れや取れや、柏君があれ、お、映ってる映ってる、 GT400 そう、Z500 あれ FX じゃの同じ形なんだけど、FX だと思って買ったら車検証見たら Z500AE って書いてあった。でも形 FX だよね。形は FX。 テレビさんなんか最近ハマってることあるんですか？逆輸入車これね、これあれのもう一つ新しいやつ、特にね、特にね、GP ってやつ。あ、GP ね、 GP も買ったよ。GP、 GP も乗ったら遊んだりする。全然しないしない。東京だと全然乗るあんまりよく行く店とかあんまないですね。やっぱ遊ばない。ツアーに行くときと遊び方違いますよね、うん、東京にいると弾き方違う。そうなんか東京だとなんか弾き方も違う。はいはいはい、はい、
あれ何の話だったっけ。趣味の最近ハマってるもの。そうか、9歳に。わー、しまった。今一番いい気を落として。今テルさんまで行った。消えるぞ。アメちゃんはもう慣れてきたね。アベフトシハマってるもの最近ね。扱うください。ずっとプロモーションばっかりやってるから。なんか今日人が違うよ、アベちゃん。休みの時もね。休みの時ほとんど家で寝てます。寝てるから。寂しいだな。テルさん何ハマってますか。特にない。終わっちゃってるんだもん。お前は。俺ない。なんか厚感かな。今ハマるよねこれ。厚感すごい好きなんです。厚感ばっかりのね、家でも。ロバタタッチャー。ありがとうございます。厚感とかた。ビール一本飲むにこんな違うんだと。ベンジーはなんかハマってるもの。ないかな。あ、俺今度本出すんだ。本画集。画集と小説。マジで。それ作ってる今。雪の降る前。まあ血はどうせないからもう聞かないで。俺結構なんかね。今キラッと目が。何や。最近好きなのが、カジバのバカ力とかあるじゃん。あとわかんねえじゃん。カジバのバカ力が出ると出る窮地に追い込まれた。最近何持ち上げた最近。えらい、千葉もソロ活動。俺マイクだった。ソロ活動だった。あ、俺森さんの映画出た。あ、宣伝しとかないと。いや、俺は一緒だよ。千葉が銀幕マルさん。銀幕で2人目じゃん。あんな主役にはかなわないっすよ。主役。いや主役でしょ。俺だってションベースの役ですから。主役と役か。主役と俺すれ違う役だ。役だった、うん、もうじゃあ助演男優賞もらったようなもんじゃない。いや、もう何もらってねえよ。反省してよ。反省してよ。映画作ったんだあの人。え、森監督って誰ですか。森山さん。あ、本当。森山達也先生が監督なの。じゃなくて。監督だ。自然じゃないんだ。それの油断できねえよなこれ。すごい。もう。これ男らしい演技になってないですよこれ。めめしい演技になってますよこれ。めめしいの男らしい演技だから。バカーンとか言ってた。大好きだろ。最近焚き火とかしてる。熱いやしないよね部屋の中で。野焼きぐらい。参拝。でもこれ見てるとやっぱりなんかあの TIM の炎って似てるなって思う。こうやってあれか。あれか。もうがっつり裾入っちゃってるからね俺。裾も味のうちで。キャンプの醍醐味だ。いやー、お祓いしてから調子いいわ。お祓いと。お祓い。した。今年。厄年じゃなくて。普通に霊がついてっていう。払ってくれて。でおばちゃんにお祓いしまった。そらもほがらかな性格になっちゃった。なっちゃったって。よくないんですか。いや、いい。いい方向に行ってると思うよ。ただ、長生きできなさそう。役払いとか行こうかな、俺は。あ、首手。食いに来た。首近い、ほら。首、振りすぎでしょ。司会の方から話ありますよ。あるよ。はい。司会の方から。あ、司会、はい。それでさ、夢中しとか行きやがる。夢中中だったんだよ。寝違えたみたいな。ずっと続いてる。
それね、お祓いした方がいいよ。たまにね、お祓いの話してる。本当に取れたもん、俺痛みは。マジですか、うん、でもライブやったらまた戻っちゃう。首振りじゃないですか。首振り症。これ、達也さんと Q だけでよかったんじゃないのこれ。チルさんとあのほら、かおりちゃんと一緒店出したんでしょ、うん、ちっちゃい声で喋ってどこなの。ピンクドラゴンの鳥あるじゃん、あの通りにスラップショットがあるって嬉しくてしょうがない。あれの隣、ちょっと伸びる渋谷だ、渋谷と原宿の間が、うん、もうやってんの。もうオープンしてる。これ全部全チャンネル1個だけだったらどうする。1個だけ欲しいのあったら行って。通知はミックスで行きますわ、うん、1回っすか。1回目が痛い。つうはもう寒くないね。一周回ったんだ。うん、目は痛いけど、ドクターマーチンからゲッタグリップという会社知ってます。はい。それで達也モデルが出んの。いや違う、ないですけど、最近新しいラバーソールを。え、ゲッタグリップから出てるラバーソールは、うん、今日は履いてませんけど、それなかなかかっこいいので行ってみてください。わかりました。っていうか、モニターになったので検定してみました。ゲッタグリップのゲッタグリップのおじちゃんが入ってくださいって。店あんの。店があんの。あ、ドクターマンの中に。あ、原宿のドクターマンの中にあんの。ドクターマン一緒に売ってんじゃないの、全部。多分立てた方がいいよ。てるちゃん、どんなやつ欲しいって言ってたんだっけ。とんがってるやつ。とんがってるやつはないって。ないって。ないって。あ、ほんと、うん、あれでとんがってるやつがあったらかっこいいよね。あの、ポチポチがついてるやつ。昔のラバーホール。うん。あ、干して干して干して。干して干して。足のサイズ何個？え？ 24.5 なんだよ。意外にちっちゃいの。ちっちゃい。俺もう 4.5 だったらないんじゃないですか、男の子。履きたいってないかな。わざとでっかいの最近は入ってる。俺も最近はなんだろう、全然ないんですよね。コウザノストラっていうのを見ますね。ああ、もう気にしないからこれ。あの最近のやつの。ああ、見るようになった。面白かった。あのその前に俺本を読んだことあるんですよ、あれの実話のやつ。だからああこういうこれ本に書いてあった、これ本に書いてあったんです。コウザノストラ。少ないっちゅうこれは。我々のものかな、なんかマフィアのことを、イタリアの、シチリアのマフィアのこと、コウザノストラとかなんか、ブラックリストの話しようか。それで、その、001ナンバー2かなんかの人が、逃げたまでやるんだけど、暴露したんですよね。マジで、それが本になって消毒器具今いくつ。消毒器具が今いくつ。そのままボリューム3000とかいってない。ジャスタービートショーは、ジャスタービートショーは200回超えてるでしょ。あれはリアルです。ドカベンはドカベンは150巻までドカベン何巻。ドカベン何巻だね。野球考えたら水島慎二だね。なんで火消すの。熱感ちょうだい。熱いやつ3桁までいったらもうあれだね、仏壇が似合うバンドとかになってそう。仏壇が似合うバンド。いいやつだったよねとか。あいつはいいやつだったよとか。すげえブラックリストだよ。あれサイコロにさ、しません、紙が、しません、紙が燃えてる、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 燃えてる。あ、消えた。あ、消えた、消えた。チンカ。サイコロにさ、字書いて、で、話しよう。ご機嫌ようみたいな話です。何が出るかな。なんか聞きたい話ないですか。オフレコなしの付き合いで行こうよ。口ごもるでしょ。昨日どうしたのあれから。なんか聞きたい話ないですか。世界で一番かっこいいベーシストは、ここに2人いるから。
じゃああそこで決闘決闘で一番を決めてください。セールさんと喧嘩してるよ。決闘シーンか。さっき誰が一番喧嘩強いかとか垂らしてる。これ誰だろうね。今日ね練習だったんですよ。で練習で俺が一番バンド全体で喧嘩強いんだろう。足して4人とか3人とかいたら、うちらはまずダメだから。俺もダメだな。うちらはゴーゴーズじゃねえかと思った。分かんない。メジャーリーグで強い人って誰がいるんですか。誰ですかね。メジャーリーグもあんま死んねえな。意外にサザンとかすごい強いかもしれない。強そうだ。桑田佳祐が屈強のなんかね、武道派だったりするとさ、それも腹も守られるっちゅうぐらい。強いよね。トーナメント戦とかですね。で、多い方が勝ちじゃん、バンドが。そうね、やっぱサザン有利ですね。有利な方に。おいおいよかったですよ、今日穴開いてなくて。あったけー。これ、一気には帰れんな、この寒さ。死ぬかと思った、さっき。中継地点どっかで見つけないと。アガサがブリッツか。ブリッツ行きますね。そうかな。今何時ですかね。時計持ってブランクいつレコード出るんですか。脱がなきゃあったかいでしょ。分かんない。まだ分かんない。ていうか分かっとんだけど俺が知らんだけ。20分ありますよ。なめなめになってるけど大丈夫。煙がね。まあね。シリアスな話になりますけど、はい、ひょっとしたら街のチンピラだったかもしれないスタバンドがこうやってね、卑怯なこと言う人はみんなに夢を与えれてるっていうか、下手すると人生狂わしてるかもしれない。でも、こんな間で夢与えてないよ。あんな寒い思いしてたからバンドなんかやんないやつだよ。メジャーなんか行かねえって。だからその絵はかっこいいっすよ。今のポジションに来て、責任感も含めて、責任感なんか音楽シーンに対して思うこととか、いろいろ今の今年になって思った。真似するやつが出てくるからなと思って。ブランキーデビューしてデビューして9年か。あ、どうやってデビューしたの、キムちゃん。うちは、まあ、スカウト。いや、ホリホリプロ。しんちゃん。スカウトやろか。しんちゃんかなんかライブとか見てくれて。あ、ほんと。で、しんちゃんバッドミッションだから、紹介してくれたの。オリンピック。消えてるよ。でも、成果って、なんか消えてるよ。なんかのオリンピックでこう聖火台越えてたら鳩がバタバタ焼き死ぬ。ほんと絶対消えてるよ。鳩が焼き死んだ。燃えてる。平和の象徴の鳩がバカバカ焼き死んだ。今度うまいんかな鳩。美味しくない違われる。俺は鳩はさっき話したけど鳩美味しいところで食うとうまいっつうまい。鳩は燃えるから。どこで食べる。うまいとこで食う。なんか料理屋さんみたいなところで食って。鳩出したら燃えるかな。じゃあロンドンで鳩食ったんですか。で、それを急にロンドン行った時に鳩うまいから食っていいっつって、そこのロンドンで食った後めちゃめちゃまずかった。でもね、スズメはどうしたってまずいよね。うん、スズメはまずい。何がまずかったって。違う夢がまずかったわ。違う夢を与えるようなこと言えよ。あ、夢メジャーに行くとウミガメが食える。バンドをやり続けると最終的にウミガメが食えるぐらいカレーだからね。ウミガメカレー。カメカレーだもんね。カメカレー。カメカレー。うん。でも決してアフリカに行くとキリンの肉を食えんだよね。あれ食っていいか。捕まえる。なんかダブルダブルで。ブラックリスト投げに。あとゾウか。ゾウの。編集いつですか。編集立ち会おうかな。いや
互いなんか面と向かってすごい言いづらいと思うんですけど、ミシェルが見るブランキーですし、ブランキーが見るミシェルがエルバートのなんかさっきからあまあいろいろあってつらいと思うがなんで締め切りしないの昨日でもブランキー見たのね。あ、昨日ってそうブラックリストの002。ああ、見たの上で。ああ、キリちゃん一人だったでしょ。うん、もうなんか見たなまらかっこよかったですよ。あ、ほんと。え、なんで打ち上げ君があったの。え、打ち上げ君があったの。打ち上げ、ちょっと行こうと思ったんですけど、なんか、え、打ち上げやったんですか。あの、打ち上げやった上がったとこ。うん、上あ、はいはいはい、上でね、結構盛り上がってます。やっぱ電話くれた時っていつですか上で盛り上がって下で盛り上がった時朝起きたら今日朝起きたら5時ぐらいでしょ。朝そうそう朝起きたらなんか今から行くから待っとけでも誰に電話してかわからなくてただなんかこれ誰の電話とか言ってそしたら誰かがこれキューちゃんだよ。ああそうか今から行くから待っとけ本当だぞとかバンにそれでか絨毯びちゃびちゃで焦ったもん今日下かでも匂わないな。え？おととい。おとといね、あったんだけど、飲んで、その後クラブ Q っていうところに行って、あそこの上じゃなくて、うん、あそこで飲んで、うん、クラブ Q に移動して、大暴れ、みんなで。クラッパ飲みましたけど。あの3月1日、ジーナと通じて、日本一の加藤君。俺と友達イベントやってるゲジリとの焼き鳥屋行って、待ち合わせして。盛り上がったっす。俺今携帯ないからさ。でもなんかね、最近の若い人、若い人つかあの他のバンドであんまね、前も若い人あんまね、お酒飲まないしやってる。キャバクラでね。キングブラザーズはね、あんま飲まない。だったら12時。あそこ新生まで知ってる人も来たの。あ、知らんすよ。その隣の。テルトさん、どう思うけ？春。家の周りで飲んでます。飲んでない。なんちゃらとかで飲み屋行ったら。なんか電話くださいね。うん。そうそうそう。ガンガン釣り。マジさせてください。あげみさんの家も緊張した。何回聞かなんか。じゃあさっきの話。じゃあ。ああ。ミシェルはめちゃめちゃかっこいいよ。怖いよ。怖いよ。岩木姉さんの来た。いきなり。暑いよ。そこまでは覚えてない。そうですね、もう10年ぐらい。アスカンもう一個ください。でも俺初めてグラッキー見たのは、あの札幌で一番初やってたのがユダガとかあん時に俺初めて見て、あの雨の中あのなんだっけあれレインコードをかぶって客席行って、あ、俺もなんかモーツとかいたんすよね。そうそう、最初そう最初だからテルさんベース、あ、俺なんかトラブズサイコビリーパーティーやった時だ。最初なんかベーストラブズさんかトラブズだっけ。うん、あれだ、そうだ。ベースがチート出てなくて、うん、でも途中からちゃんと、そうだ、あの時しんちゃんと一緒に見てて、あの時に、あ、そうなんだ、うん、あ、そうか、ロードモーそんで俺初めて見て、うわ、かっこいいと思って。俺ミッシェル見たのね、テレビで見た。テレビだって。テレビで見た。ああ、いとったもんね。うん。あの、なんだっけ、何度かルーシーっていう曲あるじゃん。あれやっとってさ。ああ、いつだよ。うん、かっこいいやん。やっぱブランキーはね、年末、ベンジと話したんだけど、ほんとかっこいい、かっこいい。っていう、悔しいけどかっこいいよって話をしたんだけど。覚えてないけど。あ、ミシェルかっこいいよ、めちゃめちゃ。あれ、飛んだ。びっくりしたもん。大阪、初めて見て。すいません、熱燗ください。熱燗。バババババピンと空飛び。すげえな。バンダー。ゲラブルセケン。どうしてアビちゃんお酒飲まないの？日本酒飲めないんですか？守る。酒変わったぞ、おい。洋酒はないんだぞ。え？洋酒はないんだぞ。うん、ビールしかね。俺もやっぱあったかいのなんか。え、ワインとかあんねん。あれ、千葉飲めるよ。ワインとかあんの？いや、ホットワイン。
今からつけなくちゃいけませんよ。あ、じゃあワインください。砂糖もいい。ワイン2つお願いします。バニーガールとか来ないですね。なんかね、色がないよね。色系山口修司なあ、なんかこ う、ね、せっかくこれだけムサいやつ集まったんだからもういいよ、男集めるの。あ、香りのバンドのベースの人すごかったよ、見た。あ、昨日あっちの人たち、そうだ、寒い。うわ、寒いよ、みんな素手で過ごしとるわ。ほんまこれね、アスカの人一個に弱いのですよ。酔いそうになさそう。ちょっと言うと、僕のわがままで、キングスの話をしてキングス、キングスライブ前だってよ、ひっくり返ったな。レイデイビスのキングス、ローラロラロー、キングスのロッテーダー見に行ったじゃん。ロラロラ言ったね。じゃあキングスを知ってる人はキングスと話してください。途中で出てきたの。あ、そうなんですか。ごめん。じゃあ昔のキングスのレコード好きだけどさ、ライブあんまりよくない。昔の曲はかっこいい。あなたのために、楽しみでしょ。違う、ピンカラ兄弟。すげえキングスの話やな。キングス、キングスか。ユーリアリガトミぐらいしか知らない、うん、俺も知らない。ユーリアリガトミだってバンヘイレンで知ってる。バンヘイレンが最初。そうそうそう。で俺キングスのなんか千葉が案外聞いて、俺バンヘイレンのコピーやってるってことは時代が全然違うんだよ。嘘。ユーリアリガトミの B 面とかかっこいいよ。そうなの、キングス。泳げたい野球の曲あるじゃん。B 面キングスかい。いや、ほんとほんと。とうとう先輩が立ち上がりましたね。キングスとボーカルかシモン・マサト。あ、キングスみんな広がんないですね。なんだっけ、アルバムタイトル忘れちゃったんだけど、パブの写真のね、キングスベストじゃない。キングス全集じゃない。キングスベストはすごい好き俺も。俺は、まあ、手っ取り前も、そう、あれいいっすよね。いいよね、キングスすごい。なんかあれ見開きなんだよな。大体知ってるよ。誰？アウト、アウト。すいません。ユーリアリガトミってあれじゃん。シーナンドロケツもやってたじゃん。そういや、やってたやつだ。で、ミシェルはみんな同じ系統が好きなんだ。とかいう特集やってた。ジョニー・ビクとアナキやってたね。ああ、パンが好き。パンクアレンジ。アナキとか言ってる。ロカグイン。そうさ、俺たちアナキ。それをやろうとしてるんですけど、できないんですよ。教えてください。できない。え、何か？え、いやだから最近俺、ウッドベース買ったじゃないですか。あ、いいな。家具として買いました。確定申告。これは家具。全然弾けやしねえから。テルさんちょっと教えこうかと思ってる。ウッドベース弾けるようになりたいな、俺も。じゃあ僕あのお嬢ちゃんに教えてもらいに行こうかな。ああ、昨日の。昨日の。俺2回から見たことないですけど、美形なんですよ。最初通じか。香織ちゃんとこのあれだ、ベースだ。そうそうそう。美形だ。美形だ、美形。あれはいいよね。あれはいいよねって、その笑顔がまたいいっすね。喋れよ、千葉この野郎。みんなキンクスは大好きだということになりますね。ティッシュない、ティッシュ。どうもこいつが炎の広がりを抑えてるような気がしてならないんだよ。この痛っぺた。どかしますか。あんち、あんち。何してこれ話してたの。最後の話題で、はい、まあ、さんからそのなんていうか、セールスの方が先ほどのシーンが詰まってきたことがあって、今後も含めて、あー、レゲエとかも盛り上がるといいよな。昔はスタンとか村八とかすごいかっこいいバンドいたけども、なんかかっこ浴びるような存在、一部のファンに受け入れられてたような存在で。でも、僕らもそんな感じなんじゃないですか。いや、でも、講演会出た時にやっぱ、なんかロックンロールバビロンの世界っていうか、そこにストーンズがいて、フーがいてみたいな、フランキーとミシェルがいて、そういうやりやすい音楽環境になったんじゃないかなと。テレビとかいろんなメディアも含めて、ギター作れるわ、これ。思
プラスチックギターね。やりやすくなったとか、まだまだやりにくいとか。じゃあそれに関してじゃあ教えて。だってイーバンドは昔からたくさんあったし、今もたくさんあるから、それを好きか嫌いだかの問題で、全然昔と全然変わんない。イーバンド、そんなメジャーもインディーも全然関係なく。テレビ的なコメントね。はいっすよ。でも俺は正直な話、そういうのはやっぱ分かんない。なんか売れてんのかとかって、ありがとう。じゃあブランキーとかうちとかが売れてんのか売れてないのかもよくわからない。でもなんか増えてるとは思う、そういうの好きなやつっていうか。でそれでやりやすくなったとか やりにくくなったとかっていうのは、多分もっと若いやつが思うんじゃない。かっこいいバンドはたくさんいるから、それはブラックリストにこれから出ていく。あのベンジさんどう思いますか。あの音楽聴く人がさ、10代かだいたい20代じゃん。でもう30ぐらい大人になっちゃうとさ、もうみんな音楽聴かなくなるじゃん、日本人ってさ。でも白人とか外国の人って、まあそれは自然なんだけど、40とか50になってもさ、音楽聴いてさ、なんかダンスしたりするじゃん、家の中で。なんかみんな大人になってもすごいいい音楽とかさ聴くじゃん、聴きたいような音楽もあるじゃん。で日本ってさ、30過ぎるともう音楽聴くのは昔若い子供の時だけ で、大人になったらもう音楽とは関係ないとこ行っちゃうじゃん、みんな。じゃなくてその大人、そういうなんか40歳だとかさ、そういう人たちも聴きたいような音楽だとか、そういうのが日本でも生まれて来ればいいなと思う。聴かなくなる原因って今まで何だったの？なんでだろうね。僕はちょっと思ったのは、仕事しながら思ったのは、結構自分のルーツを隠すバンドがすごい多いじゃないですか。前の人たち、先人たちのリスクを言わないバンドがすごい多くて、最近のすごい売れてるバンドとかって、なんかだんだん俺はこのバンドが好きで、なんか騙されたというか、ここにいるみたいなことをすごい言ってくれて、そういう状況がどんどん回転して、いい方向に行けばいいなと。まあいい方向はいい方向だと思うんだけど、じゃあ俺はふとそうやってこの間うちのマネージャーと話しとって、そう思った。なんかみんな大人になると音楽と違う世界行っちゃうから、それはすごい寂しい国だなとか思った。だからもっとなんか良くなるっていうか、まあでも別に普段はそんなの考えてないけど、全然自分のやりたいことやってるだけだからさ。ただテレビだから行ってみただけだけど。例えばあの2バンドとも UK とか行ったじゃないですか。俺白人嫌いだもん。俺この間ロンドン行って嫌いになった白人が。なんかね、日本のことをねすごく舐めとると思う。俺は愛国主義者だもんだから、俺もっと自分の国を大事にしたいと思っちゃったね、この間。その前まではなんか
すごいなんか世界がもう平和でいてほしいとかさ、なんかそんなことは少しは思ってたけど、なんかやっぱり国地味編が国を愛すなら世界を愛せとか言ってて、それは昔感動したんだけど、達也とかにもさ MC 集とか見せてもらったりとかして、でも最近は違うの、国を愛するって感じっていうのは冗談です。何あの今イギリスの音楽するとか全然面白くないじゃないですか。面白くないのかな。すごい歌謡曲ばっかりで、あの昔のバブルの頃の日本みたいな感じで、今東京がやっぱ一番音楽面白いと思うんですよね。モームスアメリカなんかよりモームスとかシーナリンゴとかも含めて、あれすごいかっこいいね。かっこいいよね。うん、ナイス天才なの。知らなかったんだ、言えなかったんだ、気持ちいい。車が真っ二つになってる。本当は俺のじゃないです。ベンジが真っ二つになってる。あれすげえかっこいい。あれベンジが切ったの？俺が切ったんだ。切れてない。大変だった。切れてない。え、マジで？嘘嘘。切れてないって言ったから。そんなこともやっとんのかなと思って。そんなこともやっとんの。大変だなと思って。なバンドだな。うちも車切ろう次。うちも車でも壊してんじゃん2台。マネージャーが事故ったんですよ。1回はあるね。ああ。うちらもツアー中にも事故ったしね。渋谷のマクドナルドの電池俺が立てたでよ。本当だぞ。180万電池。180万。180万。180万。マジで？だから保険入っとらんから自腹切ったもんな。電池はなんか身が詰まってっからなんか高そうだもんな。何が？何が？身が詰まってそう。電池はさ。むくむく。ああ。あち。あちって。流し別は。あ、流し別行くんですよね。行く行く。カニか？流し別はなんだ。あの放送行った後かな。もしかしたら。最後もで、とりあえず閉められちゃった。オッケー、電話鳴ってるし。ようやく持ってきたね。さあ、メールが来た。うん。まあいいですよ。最後。もっとやりたいって。いや、そのまま。そのまま乗ってきた。新車からメールが来た。そこ携帯ほらおい。マジです。お疲れ様です。